シリーズ初日の戦いを迎えておりますボートレース尼崎。お天気は良好です。気温計の数値は現在18度あたり。スタートラインに対しては追い風の傾向で風速は1メーター程度、微風の状況。穏やかな水面が広がっています。迎えるカードは第2レース予選競争。対戦メンバーは1号艇岩井茂、2号艇宮田龍馬、3号艇柴田智和、4号艇西岡健信、5号艇山下和彦、6号艇川崎智成、以上6選手が対戦です。6艇のコースの並びは1札3、外には564の形となりそう。まず1号艇の岩井茂がインコースの進入ということになってきます。その外2コースに続くのが2号艇地元の宮田龍馬、3号艇の柴田がその外へ続いてのセンター3コース進入、5号艇の山下はこの外、さらに6号艇の川崎、4号艇の西岡はその外、6コースへと構えていきます。スローリー3艇、そしてダッシュに3艇と分かれて、角1になったのは5号艇の山下和彦です。インに構えたのが1号艇の岩井。人気オッズはこのレース少し割れ模様ということになっています。混戦ムードも漂います。この第2レース予選競争、12馬身回転が始まってスタートまでは残り10秒です。体型内から1番、2番、3番、5番、6番、4番です。スタートまでは残り3秒。スタートしました。好スタートを決めたのは2コースと4コースから2号艇、5号艇、1周1マークは一気に攻めていく2号艇の宮田のまくり、3号艇の柴田が差してくるか、外から5号艇の山下、内を捉えては6号艇と4号艇ですが、バックへ入って先頭は2号艇、ここは2コースから気合のまくり宮田龍馬、2番手の次は6号艇、3号艇、スタートは正常でした。2マークを目指していきまして、先頭は2号艇の宮田、2番手の次は6号艇、3号艇、先に回る6号艇の内、3号艇切り込んで柴田、ホームへ帰ります。2番手の次、わずかに3号艇の柴田が優勢で、外には5号艇の山下、さらに外6号艇川崎で、後方からは4号艇と1号艇です。2周の1マークを目指しまして、先頭独走は2号艇の宮田、2番手の争いは混戦とまたなりまして、外3号艇の柴田に対して内から一気に6号艇川崎と5号艇の山下が迫ってきます。2番手争い接戦ですが、内を通る5号艇の山下に外から3号艇の柴田、この内側から6号艇川崎がもう一度迫って、2周の2マークです。先に回った6号艇の内、5号艇切り込んで山下、さらには3号艇の柴田となって、上位体系ここで2番、5番、2号体系、3番手から3号艇、6号艇で最終周回です。先頭は0台、好スタートから1マークを一気にまくりました、2号艇の宮田、5号艇の山下が2番手を追走で、3号艇の柴田はどうやら3番手は優勢、上位体系2号3、6号艇川崎4番手で、後方からは4号艇と1号艇が続いています。ラストワークの旋回からホームへ帰ってまいりまして、先頭は2号艇の宮田龍馬です。地元の気迫を見せました。見事なまくり2号艇の宮田、2番手5号艇の山下です。先頭2番の宮田五輪、2着5番山下五輪、3着3番柴田五輪、6番4番五輪、なお4号艇で出走予定でした川崎智成選手は後方指示違反によります欠場となっております。